週テーマ外です。世界88カ所音楽巡礼の活動を続けている松山市のシンセサイザー奏者西村直樹さん。鎮魂の曲を捧げる世界音楽巡礼はいよいよ3巡目がスタートします。音楽を通じ平和を訴える西村さんの思いに迫ります。松山市のシンセサイザー奏者西村直樹さん64歳。25年前から世界各地の戦場跡や聖地などを巡る世界88カ所音楽巡礼の活動を続けています。これはもうキーボードのケースなんかいうともう17、18キロぐらいなんじゃないですかね。だんだん大変になってきますね。若い時はいいけど体力も。去年2巡目を決願した世界88カ所音楽巡礼。活動の原点は今から35年前に起きた事故に遡ります。私は30歳の時にちょうど愛媛大学で講師をしていたんですが、その時にまあ音楽教室もピアノ教室ですけどやっていて、でまあ順風満帆みたいなところにあったんですけども、家内が妊娠5月ちょうど3人目の子をお腹にいた時、オーケストラボックスから5メートル下の奈落の底に落ちて。妊娠中の妻と長男を襲った突然の事故。医師から命の保証ができないと告げられたのです。さらに家族の事故のことがあってこうイライライラしてきたということもあるし、でそれはやっぱり子供たちも生徒たちにも当たっていたところもあると思いますからね。ちょうど40人ぐらいの生徒が半分ぐらい辞めたんですね。ピアノ教室の生徒たちが西村さんの指導に反発し、次々と離れていく事態に。まあ、人間としても音楽家としても教育者としても大きな挫折を味わった。西村さんは救いを求め、四国88カ所巡りを始めます。まあ、なんとか自分自身、そして家族も助けてほしいという、まあ、そういう思いから、近くの88カ所の寺を回り始めて、音楽家ですからふっとこう浮かんでくるメロディがあるんですよね。 お寺にこう行くと札所ごとに浮かんだメロディーを五線紙に書き留める日々。これが音楽巡礼の旅の始まりでした。四国をこう回るごとにですね、だん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 自分のこう自分自身が穏やかになっていくという、それがすごく自分にとっても分かるぐらい家内も良くなって、そして長男もね、当時4歳だった長男もだんだんやっぱり良くなった。長男は足に障害が残ったものの、妻はお腹の子を無事出産し、家族全員が命を取り留めました。そして四国88カ所を巡り終えた西村さんは、1988年から世界88カ所音楽巡礼をスタート。朝鮮半島の38度線やハワイの真珠湾、そして戦争末期に大勢の日本人が命を落としたサイパン島などを訪ね、そこに眠る人たちの鎮魂と世界平和をひたすら祈って曲を捧げました。巡礼の多くはキーボードを担いで思い立った場所に一人で出かけ、現場で感じたインスピレーションをもとに作曲します。風がこう教えてくれたりとか、
そこに飛んでる鳥がこう教えてくれたりとか、木とか森とかそういう自然のものがこう語りかけてくるような、それをこうまあ、ご精神にしていくということがこうなってくるんですよね。大地に染みついてるたくさんの人たち、亡くなった人たちの思いとか、まあ、血もそう含めてそうですけど、そういったものがね、本当こう自分の体にこう訴えかけてくるような、そういうのを感じますよね。戦争の傷跡をめぐる音楽巡礼は、日本の過去の歴史と向き合わなければならない旅でもあります。西村さんが最も衝撃を受けた巡礼先が、日本軍による大虐殺があったとされる中国南京でした。そこ行った時に体がブルブルブル震えた、1時間の間にこう何体こう首を切ったかとか、こう首を持ち、なんかそんな、そういうのをこう出されてる、なんか人間としてね、ここまで残酷なことがどうしてできるんだろうっていう怒りというか、人類に対する怒り、そしてその後の鎮魂という、なんかいろんなこういろんなものがこう耐えてきて、以来西村さんはたびたび中国を訪れるようになります。そして去年8月、西安にある仏教の聖地大雁塔で世界88カ所音楽巡礼の2巡目を決願しました。どこの作りたい音楽ってこの世の全てに光を照らし、心を浄化し、世界が平和になりますように、人も心も魂も自然さえも安らぐような音楽を作りたい、とにかく死ぬまで音楽巡礼は続けていきたいと思ってますけどね。音楽は言葉の壁を越えていろいろな思いを伝えることのできる術のような気もしますけれども、まあ、ある人は西村さんのシンセサイザーの音色に癒され、ある人は励まされ、まあ、いろんな感情の種を世界各地に撒いてきたということなんでしょうね。そうですね、まあ、1巡目2巡目とまたね、世界情勢もいろいろ変わるんでしょうけどね、うん、西村さんのこう世界平和を願う思い、これからもずっと続